そしてクリーナーへ預ける。さあ時間がなくなるところ、重なった、年野が打ってきた、シュート落ちる、試合終了。熊本が2023年連勝を飾りました。今日も最後の最後までわからない展開、昨日とは一転ディフェンスで勝ち切った熊本ヴォルターズ。ケビン・コッツァーの熊本ラストゲームを勝利で飾りました。今各選手と抱擁を交わしたケビン・コッツァー、今日も最後のゲームも結局11ポイント9リバウンド、このディフェンスの守り合い、そして重たいオフェンスの時間帯で彼がことごとくインサイドでシュートを決めていきました。それでは発表いたします。最終間制約書プレゼンツ MVP は背番号42番ケビン・コッツァを
今日のゲームで2ヶ月間チームのサイドを支えてくれたコッツァーが、契約解除ということになりますけれども、本当に、明るくいい男で、チームのために常に体を張ってくれて、こうきつい仕事も厭わずにいつもハードワークしてくれて、かつ、非常にスマートな選手ですし、本当に2ヶ月間、ケビンに助けられたと思っています。ケビンには、次のチームで、また成功を願っていますし、まあ、ケビンを抜けた後もチームは引き続き、ハードワークして、戦っていきたいと思っています。今日は、ケビンが最後の試合だったということで、まあ、僕自身香川でも半年一緒にプレーしてましたし、まあ、何としても最後勝って送り出してあげたいなという思いがあったので、なんとかこういうふうに、まあ、接戦をものにできて、まあ、みんなが一丸となって戦えたことが勝利につながったんじゃないかなというふうに思ってます。It's been a great 2 months. We've really got together as a team. Jamel went down, Ben was down for a little bit, Wood was down for a little bit, and I think it made the team just a little bit better by collectively uniting us. And I hope they keep doing that. I really do. It's a really good team here, and they've got a lot of wins to still get, so I'm really, really enjoy being here for this 2 months. Did you cry? I had tears of joy because I felt excited that we won, and the realization of it's over, it's come to an end with these guys, and it just kind of all hit at once, and that's how emotions work around here. The trash talk is already started. All right. For coming today on your off day. More time to go, man. Ready? 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 Ready